であります。試合はミミ萩原と花輪聖子、ロープに逃れました花輪聖子であります。ちょっとジミー加山が花輪聖子に、意地悪をしました。ところが場内のお客様大喜び。今年はメキシコで、あるいはまた東南アジアでとたくさんのスケジュールが組まれているようですよ。世界に大きく飛躍しようという全日本女子プロレス、新春早々ハワイでの興行であります。今日はハワイ島ヒロシビックオーディトリアムからお送りしております。依然としてがっちりと決まっております。花輪聖子の右腕を攻めております。ミミ萩原、しかし攻められながら逆に攻め返すあたり、花輪聖子大きな進歩であります。グランドに入りました。やはりあのグランド技、寝技というのは地味ですから、お客さんも湧きにくいんでしょうかね。また今シーンとしております。しかしちょっとでも面白いね、シーンがありますとすぐに大きな声を取って笑っております。反応は確かに日本の会場よりも、こちらの方があるかもわかりませんね。ひとみちゃん、それだけにやっぱり怖いですね。はい、そしてよく知ってるの、レスリングをね。もうハワイには男子の日本のプロレスリングも何回もやってきております。そのために会場が満員になるそうであります。格闘競技がやはりあの南国でね、好きなんでしょう。そうでしょうね。今日あの島を回ってきましてね、ガイドさんに聞いたんですけども、やっぱり女性のレスリングはね、すごく綺麗だって言ってましたね。旦那さんもね、その方女性でしたけども、旦那さんも好きでよく見るんですけどもね、やっぱり男性のはとっても見れないけども、女性のを見てからファンになりましたって言ってました。とにかくハワイには全日本女子プロレス、ずっとあのテレビ番組がね、毎週、しかもゴールデンタイムに流れてますんでね、もう1年以上この放送が続いております。ハワイでも大変な人気の全日本女子プロレス、したがってもうビューティーペアというのはみんな知ってましてね。そうですね。会場にビューティーペアが入ってきますと、日本と同じようにドットファンが取り巻いております。またこのハワイ興行には日本からビューティー友の会の人たちもね、たくさん来てましてね。そうですね。今日も会場の中央部ですかね、皆さん手に汗握って、観戦中であります。もっともあのいつものように声が出ませんね。なんとなく硬くなってるのかな。そうかもしれないですね。遠慮しないでどんどんね、大きな声を出し、日本の会場で、声援すると同じように一つ声援してもらいたい、と思います。さあ今度は花輪聖子、ようやく反撃に移りました。黄色くてだいぶ右手を攻めつけられておりました花輪聖子であります。普通ですとコーナーマットがあるんですけども、このリングはちょっとボクシングのねスタイルでしてね、コーナーマットはありません。髪の毛を抑えております。厳しくジミー加山から注意がありました。ちょっと反則攻撃多くなってまいりました花輪聖子であります。どうもあっと顔面攻撃、目を攻めつけております。さあまた馬乗りの感じになりました。ジミー加山のブラインドをついて反則攻撃を続けている花輪聖子であります。今度はロープを利用して、これまた反則、ジミー加山の厳しい注意が飛んでいます。場内がまたシーンと静まり返りました。あっと場外に落とそうという花輪、どうか懸命にこらえる耳、あっとやり落とされました。背中を打ちました。どうも花輪聖子選手が攻めてるときは場内がシーンと静まり返ってます。そうですね、耳がね、攻撃に出ると場内が湧いてまいります。わかるのかしらね。ね、花輪聖子選手もそういった場内の空気を敏感に感じ取って、反則攻撃だった。ーっと耳の反撃だ、耳の反撃、お聞きください。場内のお客様大喜びであります。わかってるんですね、ひとみちゃん。はい、ハワイのお客様正直。さあ
大技一回転して、さあガッチリと決めるかどうか、カウント入ったワンであります。カウントワン。さあ今度は後ろにネックブリーカードロップであります。さあ耳ハイキングのネックブリーカードロップをよく出します。上から行った、しかしいかんせん軽量であります。ブリッジで逃れている花輪聖子、試合はようやく面白くなってまいりました。今度は花輪の反撃だっと、また場内はシーンと静まり返る番であります。今日も夕方から雨になっております、ハワイ島の広島。しかしこの雨の中、大勢のお客様がシビックオーデトリアムに詰めかけております。あー、回転に味方が入った、これは決まるか、カウント2だ、カウント2、惜しくも決まりませんでした。いいですね。しかし依然としてミミ、萩原がチャンスであります。攻勢です。さあどうするか、あーっと、あー、フライングクロスチョップ、うまくかわされました。さあ今度は花輪、一転して花輪優勢であります。抱え上げました、細い体がすっ飛んでおります。耳もっとまたやられた、お尻のあたりを打ちました。もう骨に直接響いちゃうって感じですね。そんな感じ、ひとみちゃんが流れてるような気がするでしょ。さあっと、今なんかも回転の髪型のチャンスだったんですがね、後ろに多く飛ばされてしまいました。さあ花輪どうするか、あっとまた後ろ、あれで相手の動きをよく見ていれば回転指固めに入れるんですけどもね、なかなか行きません。あーっと今度は一瞬のパッケージホールド、これは決まった、パッケージホールド、鮮やかに決まりました。地獄固めであります。ミミ、ファンの声援に応えました。バッチー20分一本勝負を行います。ハワイで見せるか、必殺空手技ビクトリア富士見であります。128ポンド横田リミ、第1回フジテレビ杯争奪タッグリーグ戦では大活躍だった横田リミ、そしてレフリーがなんとあのオスカーであります。ひとみちゃん、ええ、こんなところでまたオスカーに会えるとはね、ええ、でも漢字が違っちゃってね、そうそう、分からなかったですね。まずね、ヒゲが生えちゃったんですよね、頭の毛よりもね、日本に来ている時はヒゲが生えてなかった。そうです、髪もっとふさふさした感じで ね髪も短くなりましたね、はい、だいぶ薄いような感じがするけど、ひとみちゃんどう思う？そうですね、ちょっとだるま大使みたいな顔してます ね、はい、オスカーがレフリーを務めます。まあ、オスカーは今ロサンゼルスにいるんですけども、はい、3AA の会長のね、ミスバーグが来てるんで、はい、そのミスバーグと一緒にこのハワイにやってきたんですね、はい、まあ、どうしてもまた日本のリングに登場したいと、はい、いつも会長のミスバーグに言ってるそうですけどもね、果たして日本のファンが許してくれるでしょうか。今日は一つそのオスカーのレフリーぶりもどう変わっているか注目したいと思います。さあ試合が始まりました。ビクトリア富士見と横田リミはやはり空手の道着を着ているビクトリア富士見にハワイは人気があるのかな。拍手が多かったですね。あっとエルボーカウンターになってきれいに入っています。横田リミとビクトリア富士見の対戦であります。オスカーのカウントが入りました。激しい動きに場内はシーンと静まり返る。今思い出したように拍手をしております。一生懸命ハワイのお客様見てくださいますね、ひとみちゃん、このハワイでの試合を本当に楽しみにしていたそうであります。今日も会場は満員です。試合開始3時間ぐらい前からもう入り口にはたくさんの人々が列を作って並んでいました。家族連れの方が多いですね。多いですね、はい、本当におじいちゃんおばあちゃんがね、はい、小さなお孫さんを連れて家族総出で今日はこの体育館にやってきた、はい、そういう気がしますね。今日はハワイ島のヒロシビックオーデトリアムからお送りしております全日本女子プロレス。
ここにはひとみちゃんすごく大きな牧場があるそうじゃない。そうなんです。ひとみちゃんそこ行ったんでしょ今日。行ってきました、ね、あのパーカー牧場って言うんですけどもね、あの私有のものではね、世界第1位らしいですよ。あ、大きいの。その中にね、あの町ができちゃってるんですよ。はいはい、学校もあればね、警察もありますし、教会、それからもう博物館とかね、ずいぶんいろんなのあるんですよ。大きさとしてはどのくらいなんだろう。あの東京の約3分の2です。東京の3分の 2？ そんな大きな牧場があるの。そうなんですよ。それで牛や馬を合わせて7万2千頭もいるんですけどもね、その東京の3分の2の中に7万2千だったらもういないも同然ですからね。はい、さすがにスケールが大きい牧場ですね。心身早々ハワイにやってまいりました。ハワイからの放送であります。今日はハワイ島のヒロシビックオーディトリアムから全日本女子プロレス熱戦の模様をお伝えしております。さあ足4の字懸命にこらえる横田どうでしょうか。最後の右足がかかるとね、足4の字がっちりとかかりました。横田苦しそうであります。これは痛い、これは痛い。なんとかロープに逃れようという横田リミ。今日は横田リミとビクトリア・フジミ20分一本勝負です。かろうじてロープに手がかかっております。横田ようやくロープレイクですが、おっと場外に注いでしました。ビクトリア・フジミ自ら場外に注った。しかし逆に反撃だ、反撃、横田の反撃、お客様びっくり。椅子の中、いや今あの背中を打ちましたね。そうですね、背中を打ちました。お客さんもびっくりであります。場外乱闘はこれが初めてかな、はい、そうです ね今日の試合では初めてですね、はい、思い切ったことしますね。ヒロシビックオーディトリアムびっくりしたお客様。しかしあの椅子で腰を打ったんでね、ちょっと痛そうであります。レフリーはあのオスカーが務めております。待ち構えている横田、あっとドロップキック、まだ行ったドロップキック2発、まだ行きました。3発、さあ上から行った、カウントが入る。カウントは1であります。カウント1、塩野さん、今日はね、ビクトリアの空手の道着着ちゃってますけどもね、はいはい、今日私初めてビクトリアのビキニ姿見たんですよ。あら、見ちゃった。どんな風だった。あの、ね、とっても可愛らしいんですけどもね、自分ではね、あの恥ずかしい恥ずかしいってもう最後までね、上着を着ちゃって見せてくれないんですよ。で写真撮るときやっとパッと撮りましてね、すぐ水の中に入っちゃいました。あら、そう。まあ、日中はね、太陽も出て、やはりあのハワイだなという感じがしますけども、ちょっと夕方から夜にかけては泳ぐという雰囲気ではありません。そうですね、ちょっと涼しすぎて。今ハワイはちょうど雨季ということでね、大体夜は雨が降っております。気温も思ったよりも低いということで、ひとみちゃん夜なんかね、風邪をひかないようにしないとね。そうですね、今日は水に昼間使ったからね、あの疲れが出てあんまりファイトできないんじゃないかなと思うんですよね。ああ、指先に行ってますね。横田リミ、指先に行っております。徹底的に腕を染めている横田リミであります。ああ、今度は噛みついている。噛みつきに行きました。悲鳴を上げるビクトリア、徹底的に右腕を攻めている横田リミであります。ニードロップに行きました。選手の紹介もこの試合も相澤健一リングアナウンサーがやりました。日本語でやってるんですけども、どうなのかな、まあ、分かる人と分からない人、やはり半々ぐらいでしょうかね。そうですね、日系の人が多いとは言っても、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんあたりはかろうじてわかるでしょうけども、若い人たちは全くダメですもんね。そうですね、この野郎バカ野郎なんてね言ってますけども、
日本ですとこのことのようにドットは来るんですけども、はい、それほど湧いておりません。あるいはわからないのかもわかりません、横田リミ詰めやろうという横田、ちょっとビクトリア動きが悪くなってまいりました。場外乱闘に誘って逆にやられて背中を打ってからビクトリアの動きが止まりました。そうですね、あのビクトリアのね回し蹴りがこっちでどんな反応を示すかそれ見たいんですけど、そうそう、まだ出ないな。そういえば今日は空手技も十分には出ておりません。はい、これからいいところで空手技が出るかどうか。空手の道着を着て登場しているだけにお客さんの期待もその辺でしょう。はい、うん、また場外に逃げた、また場外に逃げました。追っていきません横田。ああ、やはりかなり背中を打ってね、痛そうであります。場外に逃げました。徹底的に右腕を攻められておりましたビクトリア藤見。さあ、場外で呼吸を整えて、これから場内に上がろうというところであります。レフリーを務めておりますのは、あのオスカーであります。髭を生やしております。髪を短くしております。あーっと、空手の道具を捨てた。さあ、ビクトリア。ようやく反撃に出ました。空手の道着を捨ててお客様がね拍手を迎えております。いきなりいった、これは気合が入っています。ダイナミックな攻撃です。さあまたいった、あーっとーそのままいった、うまい、すごい、逆に決めました。カウントはワンです。カウントワン、ようやく本来の動きを見せてまいりましたビクトリア。また場外乱闘に誘うか。今日はよく場外乱闘に沿っています。あーっと今日は鉄柱に持っていかれるとちょっと危ないですよ。とんがってますからね。とんがってますからね。本来のレスリングの鉄柱ではありません。あー横田リミ負けていません、負けていません。放送席の前、さあ思い切って蹴りつけられました。顔面背に汗びっしょりというビクトリア藤見であります。カウントが続いています。今日はオスカーがロサンゼルスからこのハワイにやってまいりました。いずれまた日本に行きたいと試合前語っておりましたオスカーであります。あーっとヒップ攻撃、これはカウンター綺麗に決まりました。ビクトリアのヒップ攻撃、もう一つ一回ヒップバンパ強烈です。今度はそのまま落としました。そしてどうか、ブレンバスターの体勢からね後ろに投げないでね、前に落としております。あれのは効きそうですね。あれはあの内臓と膝を打つんでね、やはり荒技ですよね。はい、今度は対角線上で、あーっと今度はキック、カウンター逆に食いました。なお放送席には今あのミミ萩原選手がね座ってくれました。ミミ萩原選手は英語がペラペラということもありまして、ハワイに来ると通訳とかいろんなことで忙しいね。今日は試合が終わってね、放送席に座ってくれました。さあ人間風車が出た、カウントが入る、しかしバンであります。カウントが入ってバンであります。ミミ、さっきあの花輪聖子選手との試合でね見事に勝ちました、おめでとうございます。どうもありがとうございます。大変な人気じゃないね。え、どうもありがとうございます。あのハワイのお客様、やはり耳の魅力は一遍で分かったみたいね。さあこれは決まるか、あーっと決まりました。見事今耳萩原選手に話を聞いているときに、ちょうどあの回転エビ固めだったのかな。回転エビ固めですね。あっという間でしたね。はいはい、回転エビ固め、ビクトリア藤見選手が鮮やかに横田リミ選手を破った一戦でございました。大チャンピオン140番号ルーシー加山。華やかなメキシコの衣装を着たルーシー加山がハワイのリング上を紹介されました。
晴れてハワイの遠征に参加した去年大活躍だったヤングペア横田リミ選手であります。今ハワイのお客様に英語で両選手それから選手の特徴などが紹介されております。まあ、いかにもひとみちゃん国際試合といった感じですよね、はい、そうですね、さあ試合が始まりました。おっといきなり後ろから行った。この辺はちょっと卑怯であります。ハワイのお客様どういう風に横田リミを評価いたしますか。しかしまあ横田にしてみればひとみちゃんね、はい、相手はあの何と言っても世界タイトルを持ってますからね。そうですね、やっぱり一人でかかられたらあの叶わないけど一人だったらっていう感じなんじゃないでしょうか。そうそう、20分一本勝負であります。片やクイーンゲンデル、片や去年大活躍だったヤングペアの横田リミであります。今あのご覧いただいておりますのが副会長になったサルバドル・ルテロさんですね。はい、はい、塩野さん、はい、あの横田リミ選手はね、あのウルシバラ、あ、ルーシー加山選手と同期なんですけども、はいはい、そうだ、片方はベルトを持ってますでしょ、はい、ですからやっぱりね悔しくてね、それはそうでしょ、意識してるって言ってましたよ、ね、まあある意味では、はい、差がついたというようなことも言えますしね。そうですね、同期で入門してね、片や、はい、世界チャンピオン、そしてヤングペアの横田リミ選手は現在無冠であります。今年は横田リミ選手大いに活躍を期待したいと思います。やはりミミね、タイトルを持ってる選手に対しては、はい、言葉は悪いんですがこの野郎と、はい、ファイトが湧くでしょ。そうですね、みんなそうじゃないかな、ね、そうでしょうね、はい、リングの上に登った以上は一つはタイトルが欲しいもんね。そうですね、ミミ選手も本当に最初はね私たち見ててもこんな細い体で大丈夫かと思ったんだけども根性というかな、そのやろうという気持ちは本当にお世辞じゃなくて全日本女子プロレスの中で一番あるかも分かりませんよ。 その根性に期待していつかきっとタイトルを取ってくださいよね、はい、大勢のファンの皆さんも応援してくれてると思います。試合はルーシー加山横田リミ両選手の対戦であります。このニール・ブライステールセンターはハワイの中でも最も大きな体育館であります。過去数多くの大きな試合が行われてまいりました。ボクシング、レスリングね、その他もバスケットボールとかバレーボールとかね、はい、あらゆるスポーツの競技が行われるようになっております。収容人員もおそらく1万人以上でしょう。本当に近代的な立派な体育館、はい、ニール・ブライステールというのは前のハワイの市長さんの名前をつけてニール・ブライステール、昔は HIC と言ったんですね、はい、こういった立派な体育館でハワイの大勢のお客様を前に全日本女子プロレス新進興行が行われております。試合は横田リミそしてルーシー加山新鋭同士の対戦でありますが、ルーシー加山は現在3AA のタッグの世界選手権を持っております。さあ足音の字に来ました。なんとかこれをこらえようというルーシー加山がついて入った。さあほとんどポジションもいいセンターであります。がっちりとかかりました。横田は力は耳どうなんだろうね、ある方あります、あのそう腕力がすごいです、ね、腕力がすごいの、はい、じゃあいった足音の字なんか効くでしょうね。効きますね。さすがのルーシー加山たまらず悲鳴を上げております。ご覧のように花模様のマット上熱戦が展開されております。ああこういうふうにあの回転しながらなんとかルーシーはリングの方にロープの方に行ってるわけなんですけども、この時はかけている横田凛も痛いんだそうですね。そうなんですね、この今の時この状態が痛いんですね、はい、こういう時痛いのね。ああなるほど、痛そうな顔してるな、横田もね。はい、かけている方もかけられた方はもちろんであります。本当に痛いという感じのする足四の字であります。がっついた足四の字がかかりました。さあギブアップか、渾身の力を振り絞っている横田リミ。ハワイのお客様息を飲んで観戦中であります。ハワイには80万人の人たちが住んでおります。そのうち3分の1が日系人だそうでしてね、ハワイの知事は日本人なんですよ、はい、日系人なんですよ、はい、有吉、そうそう有吉知事、はい、去年再選されましてね、まあ、大変なあの日系人たちの熱烈な応援があって見事にハワイの知事に再選されております、
いずれはあの有吉センターなんていうね、体育館も誕生するでしょう。できるかもしれないですね。道路の名前とかね、はい、建物とか有名な人の名前をつけるケースがアメリカではとっても多いですよね。あ、そうですね、はい。さあ、場外におりました横田理美、徹底的に足を詰めようという作戦でしょうか。ほとんど右足が効かなくなっております。この右足を徹底的に詰めております。横田、ちょっと世界チャンピオンのルーシー香山肩なしという感じであります。今膝悪くしてるんですよね、ルーシー。そこを攻めてるわけね、はい。しかし情け無用というか、プロレスの場合は相手のウィークポイントを徹底的にやりますね。そうなんですね、サポーターしてると余計そこ狙われるんですけど、そうそう、だから下手にしちゃうね。あっと、うまくかわした。今度は足を打った横田。さあ、ルーシーお返しの番であります。この野郎というルーシー香山。さあ、いったロープに来ました。ヘッドバット、お腹に命中であります。頭突き、今度はどうするか。そうでいきました。怒り狂っている感じのルーシーであります。いや、しかしこの投手は範囲のお客様にもよく伝わっております。お客様からあんな声援の声が飛んでおります。逆関節、完全に逆手に取りました。試合時間10分を経過いたしました。ルーシー香山、横田理美の対戦であります。ハワイのリーグブライステールセンターからお送りしております。全日本女子プロレス、去年はハワイには8月から9月にかけてやってまいりました。今年のハワイでの興行は新春興行となっております。依然として腕を逆に取っております。自分で一回転してこの逆手をなんとか逃れようという横田理美、足をロープに逃しておりますが、ちょっと届きません。依然として逆です。しかし耳、ああいうのちょっと間違えば本当に関節ね、はい、あっという間ですね、外れちゃいますね。外れちゃいますね、逆に入ってますから。見てて、ああいうの怖いな。怖いですね、私も肩やっちゃったから、はい、すんげえ怖いんですよ。そうでしょう。特にあの耳みたいに実際にリングの上で戦ってる人はそうかも分かりませんね、はい、怖さがよくわかるでしょう、はい、目をつぶるような感じで高層席でじっと見守っております。耳、萩原選手であります。出番が終わった後、放送席に座ってもらっております。徹底的に右足を攻めた横田理美、今度は右手を逆に攻められております。確かに横田理美の右手にもサポーターが巻かれてましてね、この辺は絶対に逃しません。両選手互いに相手のウィークポイントを攻め合っております。ミミはサポーターなんかどうですか、はい、隠して巻かないようにしてるわけ。今の肩をちょっとやってるんですよね。肩をやってるの、うん、今の肩のサポーターしながら試合やってるの、ね、どうしてもやっぱり肩集められますよね、はい。まあ、職業病とはいえ肩のね、関節を脱臼するなんか、とてもその私たちが聞いただけでもね、試合どころじゃありませんけども、平気なんですね。試合中外れたらまた入れて戦っちゃうっていうんですよね。その場で入れるというんですからね。しかし急遽入れてもらっても、その後熱くなってほとんどしびれて分かんないそうですね。そうですね、しかも夜は熱が出るそうですよ、ひとみちゃん。さあ、あっと場外に逃れました。場外に逃れた横田であります。相当に右腕を痛めているようであります。このハワイはヒロと、それからホノルでやってるわけですけども、はい、それぞれですね、微妙にリングの状態というのかな、マット、ロープ違いそうね、今日はなんかすごく広い感じですね。リングが広いと言ってるんだけども、意味どうですか。広いです ね、端から端まで行くのにとても、フーフー行っちゃうんじゃない。はい、もうロープかロープ走るだけでもフーフーしちゃいます。ロープはしかもボクシング用のロープであります。さあ、立てというルーシー香山。さあ、飛ばした、どうするか。あーっと、回転切り固め、どうか、と外れました。回転切り固め。しかし横田理美、完全に自分のペースであります。さあ、反撃に転じました。どうでしょうか、ドロップキック、空中殺法出ました。さあ、もう一つ来た。これまた強烈ではあります。そして人間風車、後ろに落としました。人間風車です。カウントが入る。あーっと、これはカウント2でした。
またロープに振ります。反動を利用する攻撃どう出るか。今度はフライングクロスチョップ、もう一ついったフライングボディープレス、カウント2であります。懸命にこらえましたブリッジ。さあ今度はフライングメイヤー、首投げに行ってコブラツイスト、コブラツイスト、盛んに速い技をかけております横田、大きく成長いたしました。相手は 3AA のタッグチャンピオン、しかし1対1になったらという同級生、同期生の気持ちがあるでしょう。あっと逆にやられるか、コブラツイストの掛け合いであります。決まりません。そしてどうするか、アトミックドロップいった、これは効きました。アトミックドロップ、またこうしたところを変えました。そしてサイドスープレックスであります。さあ今度はロープに振る、頭突き、頭突き、強烈な頭突きが出ました。そして今度は人間風車、次々に大技炸裂であります。横に落として、しかもバックブリーカーにいっています。あ、連続技鮮やか、またいった、今度は横に落とした、あっとバックブリーカーから、今あの後頭部ですね、首の骨ね、危ない技を連発。そしてバックブリーパー、ちょっと危ないぞ、横田リミ危ない。さあギブアップか、横田リミ完全に勝った、バックブリーカーガッチリと勝っている。ゴングゴング、鮮やかでした。さすがルーシー香山、貫禄十分。横田リミ連戦健闘を呼ばず、バックブリーカーに敗れてしまいましたね、はい、見ててどうだったミミ、今のルーシー香山、次から次からね、もうめっちゃなんかもうあの痛める技やってましたね、最後にバックブリーカー持ってって、はい、やっぱりとても良かったですね。さすがの横田リミ、たまらずといった感じの試合でした。おっと、池下由美、赤木真理子登場と同時に椅子を持っております。椅子を持っております。リングアナウンサーの相澤健一、あっと選手の紹介の前であります。あ、今オスカーが出ました。オスカーが出て珍しくブラックペアを止めております。しかしこれはどうでしょう、本気か。池下由美、赤木真理子、凶暴なコンビであります。赤木真理子選手もあのコンビによって随分気持ちが変わってくるんですよね、今日は池下由美と組んで赤木真理子選手まで椅子を持ち出しました。ハワイのお客様、ちょっと息を飲んだ感じであります。あ、マイクロフォンをね、池下由美選手が今横っちょに飛ばしましたけども、相澤健一リングアナウンサー、やっとマイクをつかみました。これから選手の紹介ですが、果たしてちゃんとした選手の紹介ができるか。本賞を参ります。赤子がゴールデンペア、135番のビクトリア国、ゴールデンペア、まずビクトリア国に空手の道着をカッパー様、同じく140番のナンシー国、大陸未曽、ハワイでも大変な人気のナンシー国が紹介されました。青子が135番、紹介中ですよ、選手紹介中ですよ。ああ、もう相澤健一リングアナウンサーが今飛び降りました。紹介どころではありません。レフリーがオスカーであります。とにかく駆け狂っている感じ。おっと、今ゴールデンペアは2人ともリング下に落ちました。今あの放送席の前にね、おまわりさんが出ましたよ、腰に拳銃をねしてますからね、おまわりさんがびっくりしてました。あっと、場外乱闘になった。リングの上では赤木真理子、そしてビクトリア藤美香、リングの下にはナンシー久美、そして池下由美、あーっと二手に分かれましたが、今池下由美リング上に登場であります。さばくのはオスカーですが大変です。この試合は30分日本勝負、これやろうという赤木、ゴールデンペア、ちょっと大変な試合になりました。今年は雪辱の年、胸中密かにタイトル奪取を誓っておりますゴールデンペアでありますが、新春早々の相手が池下由美と赤木真理子ではどうすることもできません。紹介前にもつけり狂っています。池下由美はハワイではどうだった、ひとみちゃん。あのですね、船上パーティーがあったんですよ、はいはい、その時にね、あの船に酔いましてね、あら、もう顔が真っ青になっちゃったんですよ。そういえば池下由美選手は船上パーティーではあのあまりね、パーティーの会場に姿を見せませんでしたね。そうなんです、酔っ払ったら、そうなんです、船に、
お酒に酔っ払ったんじゃなくて船に。そうなんですよね。それですぐ降りちゃったんですよ、みんなと離れて。はい、そんなか弱いところが池下由美選手にあるんですかね。でも降りた途端にね、もうクロッと治りまして、はい、他に船に弱かった選手どんな人。他に乗れなかったのはゴールデンペアと、あと池下さんぐらいでしたかね。赤木真理子選手もだいぶ参ったという噂ですよ。でも乗ってましたよ、最後まで。そうですか。はい、ちょっと横になってましたけどね、はい、その赤木真理子選手顔面に噛みつきました。噛みつかれたのはビクトリア、顔面真っ赤であります。噛みつかれて目の上赤くなってますよ。本当ねえ、かわいそうに。さあタッチの手を伸ばしておりますナンシー、ちょっと届きません。あっと後ろから池下が行った。狼藉の関与を尽くしております。池下由美選手、ところ変わっても同じようですね、はい、今放送席の前を通りました。それからもう一つなんとなく不気味なのはマミ熊野選手ですね。マミ熊野選手も下でじーっと見ております。今日はゴールデンペアと池下由美、赤木真理子、30分一本勝負タッグマッチをお伝えしております。ハワイのニールブライスデールセンター。盛んに目を攻めてますね。ねえ、顔面攻撃、完全に顔面攻撃であります。あっと、ひどいことをやります、ひどいことをやります。赤木と池下、ハワイのお客様も黙っておりません。盛んに非難の声を上げております。今度は頭突き、お腹に頭突き。ミミ、はい、どうですかこの、まあ、今日はブラックペアと呼ばせてもらいますけどもね、はい、赤木選手も本当におとなしかったり、めちゃくちゃ動をやったりね、はい、リングの上に上がると性格が変わるんじゃないこの人は。そうです ね、そんなとこありますね、はい、放送席で時々解説をお願いするんですが、その時はいい先輩だなと思うんですけどもね。そうなんですね。今日は性格が変わったように狼藉の限りを尽くしております。赤木、そして池下、ナンシー組、オスカーに抗議。しかしオスカーはもちろんこれを許しません。タッチロープを握っていなかったナンシーであります。さあトーマー空振り、よく見てます ねこの辺が池下、本当にうまいところ。池下はいつも言ってますけども、私の監督には技術がある、単なる監督じゃないんだと。私の監督は全て技術に裏打ちされていると豪語しております、うん、その池下由美見てくださいね。確かに必殺の回し蹴り、一発もまだ命中しておりません。さあ今度は何か持ってる、何か持ってる、ね、赤木も何か持っております。ロープですね、ロープ、ロープを持っております。今度は池下が出ました。ちょっとぼーっとしておりました。ナンシー組捕まってしまいました。一瞬たりとも目を離さなくなりました。30分一本勝負、志保さん、はいはい、赤木さんはね、ハワイはもう前に来てますでしょ。そうで私が初めてなんでね、はい、いろいろあそこにこういうのがあってこうだよとかね教えてくれるんですよね。でもリングに上がっちゃうと全然違っちゃうんですね。とにかくリングの上に上がるとカーッとなってね、はい、完全に普段の赤木真理子選手らしいところは全くなくなりますけども、ある意味じゃ耳でそういったあの性格というのはレスラーにとっては大切なことかもわかりませんね。そうですね、リングの上でカーッとなるっていうのはね、はい、耳なんかもやはりリングの上に上がると、はい、この野郎とか言ってるけど自分で意識してる。いや本当に頭に来てこの野郎って言ってんです、自然と出ちゃうんですね、はい、もう悔しくてね、そういった気持ちにならなければね、なかなかリングの上ではこういうそのひとみちゃん、はい、レスリングができないかもわかりませんよ。そうですね、ですから耳なんかおとなしそうでも、はい、やはり内に秘めたものはね、普通の女の子にはちょっとないものを持ってるんじゃないかな。そうですね、今赤木真理子選手ハワイのお客様にもね文句言ってますよ。さあ池下、ナンシーをコーナーに捕まえました。ロープを持っての反則攻撃、しかしオスカーは向こう側の赤木の方に行っておりまして、いや今ようやく来ました、今ようやく来た、あっとぶっつかりました、相撃という感じになりました。今放送席の前にビクトリア落ちてまいりました。赤木が追っていった、赤木が向こう側、そしてこっちではもう二手に分かれてしまいました。赤木は観客席の方、そしてリングの上では
池下由美相変わらずの反則攻撃を続けております。ナンチ危ない。お客様がみんな逃げてますね。さあナンチ危ないぞ。コーナーに捕まっている池下由美、馬乗りという感じであります。あれね、ロープを首に巻いてるんですよね。あれじゃ窒息しちゃいますよね。ナンチにどうすることもできません。綺麗な花模様のマットの上でね、はい、試合は本当に生産そのものであります。今度は何、お客様の傘を持ち出しましたね。そういえばひとみちゃん、はい、ハワイはずっと夜になると雨ですね。そうなんですね、でもあの時とも晴れたりするんでね、はい、綺麗な虹が見えるんですよね。気候もひとみちゃんが想像した以上に、はい、まあ、涼しいというか寒いんじゃないですか。そうですね、泳ごうと思ったけどもちょっと泳ぐにはね寒いんじゃないかと思うんですけども、選手の皆さんにはちょうどいいコンディションかも分かりません。したがってハワイでの試合はエキサイティングな試合が非常に多くなっております。まず絶好のコンディションと申し上げておきましょう。依然として赤木真理子選手が後ろの方に傘を隠しております。試合の上は黒い衣装の池下由美、そしてブルーのいかにもハワイらしい華やかな衣装のナンチー組であります。首を締め付けられております。反則また反則、徹底した反則攻撃、ちゃんと試合をしている時間はほとんどありません。さあようやくタッチした、ようやくビクトリア夫人タッチであります。さあビクトリア夫人に変わった、池下に続き池下続き、さあビクトリア、あーっとタッチした、タッチした。オスカーはこれを認めません。オスカーが見ていませんでした。どうもゴールデンペアのタッチは間が悪い。いつも見てないんですね。ダメですね。はい。片方が注意を引いといて。そうですね。耳やはりタッチのあの間というのは、はい、レフリーが見てなきゃダメなんでしょう。そうなんですよね。この件が難しいですね。はい。いちいちそんなの見てねタッチできませんものね。特にあのブラックペアなんかになると相手の注意をそらしておいてやりますからね、それがうまいんですね。試合は赤木真理子そしてナンチー組の対戦ということになっております。さあここでタッチした、今度はオスカーも認めてくれました。オスカーの目の前でタッチであります。タッチワークはこうなくてはいけません。あっとオスカーを利用した、うまい、これはうまかった。レフリーを利用した大技炸裂、そして抱え上げました。あっとこれはお腹を打ちました。カウントが入ったワンであります。赤井がすぐさま出てまいりました。さあようやくゴールデンペア怪力発揮、赤井が出ました、赤井が出た。しかしオスカーが赤井を止めました。あっとまた空振りだ、ナンシー空振り、空中殺法空振りに終わりました。ここで赤木にタッチした池下由美、池下、あ、今踏んだね、ひとみちゃん顔を踏んだでしょう、踏んだっていうよりも飛び乗ったっていうか飛び乗ったというかね、あんなことをされたら本当に綺麗なナンシーの顔が潰れちゃいますね。耳なんかああいう風に顔を狙われるケースが多いんじゃないの、試合でありますね。美人のレスラーは気をつけてくださいよ、ね、美人じゃない人はいないみたいだけども下手なこと言うと怒られますけどもね、顔を狙ってきますからね。今度はスリーパーホールド、赤木真理子、この表情をご覧ください。レフリーのブラインドを巧みについていかにもベテランといった感じの試合ぶりであります。ハワイのリング上でもいかんなくそのずるさを発揮しております。赤木真理子そして池下由美、試合時間10分を経過いたしました。この試合は30分1本勝負、あーっと池下の続き炸裂。さあここで、あーっと今度はビクトリアが出てまいりましたが、同じように続く攻撃、池下の得意技、あーっと、あー空手技出ました。あーっと今度は入った、一発目かわしました、二発目入りました、赤井がすぐ出ました。さあ池下ちょっと危ない、まともに裏蹴りを食いました。あーっとどうか、これは決まりましたが、膝を打ちました、しかし膝を打ちましたね。
十分ではありません。池下、しかしお腹を打っております。池下ちょっと苦しい。赤木真理子、赤木真理子は依然としてナンシー組を捕まえています。さあゴールデンペアがナンシー組を捕まえた。ビクトリア行った、膝打っちゃったみたいですね。ナンシー組はしかし膝を打ったまま。ビクトリア、赤木の場外乱闘をご覧ください。あっと向こう側でやってますね。赤木真理子はだいぶ痛めつけられております。場外乱闘。さあリングの上に登場赤木、どうか。あっとヒップ、ヒップ攻撃、ヒップアンプ。今度はまた行った。そしてさあ買い上げた、ああ落とした。一方場外乱闘は放送席に来ました。ビクトリアはもう完全に膝を抑えてます。いやーやられましたね。膝がね大丈夫なのかな。おまわりさんがね目から涙流してますね。場外乱闘になると、あーっと今ビクトリアがね赤木真理子選手をフォール勝ち。ビクトリアやりました。今ね放送席の場外乱闘に来たんでリングの上分からなかったんですよ ね、 あっという間でしたね。今あっという間のホール勝ちだったでしょ、はい、ビクトリアが赤木真理子を破ったんですね。そうです、はい。いやしかしあのブラックペアが登場すると本当に放送も命がけという感じになります。どうかあの耳、はい、一つあまり放送席はね、はい、吸収しないように選手の皆さんに頼んでおいてくださいね、はい、放送できませんから、はい。しかしハワイでもいかんなくブラックペアのね、はい、進化を発揮いたしました。ハワイのお客様大喜びだったでしょう。あっケンしちゃった。さあ2本目が始まりました。バックドロップ、バックドロップ、池下1本を取られましてがぜん勝つといたしました。ブラックペアまたバックスープレックスに行っております。池下由美であります。さあ赤井がトップロープに行った。これは決まったがミードロップ、トップロープから強烈ではあります。今度はクロスチョップ、フライングクロスチョップ、そしてフライングキック。さあまた上がった、またトップロープに行った。フライングボディープレス、これはカウントが入るか。あーかろうじて、かろうじてブリッジで逃れました。2人がかり、2人がかり。さあこのまま決まると面白い。カウントが入った、カウント3であります。いやー池下意味鮮やかな速攻でした。赤宮池下鮮やかな速攻、たちまちこれで1対1、一本一本になりました。しかしお客様ブーブーというファンの声を上げております。ハワイのセンターからお送りしておりますが池下怒っています。池下怒っています。放送席のすぐ横でお客様に怒っています。いやこれはひどい。ゴールデンペアだけじゃなくてハワイのお客様を敵に回してこれから戦おうという池下由美。あーっと水をかけた、水をかけている赤木。これはいけません、これはいけません。お客様を敵に回しました。ひとみちゃん水がかかったでしょう、いやすごいことしますね。完全に何か狂ったとしか言いようがありません。驚きましたね赤木、そして池下。ハワイでも大暴れ。試合は1対1になっております。試合は1対1。この試合は60分3本勝負であります。持ってますね。ああ池下がね後ろに何か持ってます。あーっと、いや水が入っている瓶ですよ、水の入っている瓶でやった。まともです、まともです。これはゴールデンペアやられました。ナンシー、そして鈴木、水の入っている瓶でね頭を
殴っておいてその後抜き付きではあります。これは大変です。大変な試合になりました。あーっと今度は赤井がいった。一瞬の地獄がダメ、これはダメ。パッケージコールドでありますが一瞬崩れました。大暴れ赤木、そして池下捕まりました。完全にゴールデンペア捕まりました。また場外乱闘になりました。場外乱闘です。お客様が逃げています。あーっと向こう側行った。また池下が放送席に来ました。何かを持っている。また持ちました。あーっと放送コードを巻いている。これは大変です。放送席の前です。コードを持ったら放送ができなくなります。あーっと放送ができなくなります。もう何かあのマイクロフォン壊れちゃったですよね。マイクロフォンが壊れました。ちょっと待ってください。ああひとみちゃん大丈夫？あの僕の前のマイクロフォンがね、ああやっとありました、やっとありました。何ですか今日の池下由美と赤木真理子選手は。1対1、1つリングの上でやってもらいたいですね。はい、1対1になってガゼン発進の池下、またいった。今度はトップロープの上から痛烈な突き手があります。さあまた行きます。ここからやるんですから困ったものではありません。さあどうか、今度はノーテル空手打ちとしてまた頭突きですね。徹底的。ナンシーはもうほとんど動けなくなっております。今度は、後ろに投げ飛ばしました。ね今ね、サポーターの下に何かあの入れてるんですよね。はい、タオルを巻いてね、なんとか応急手当てをしてますがほとんど効きません。赤木の小さな体がもうリング上ね、せばしと動き回っております。池下由美とぴったりと息が合っている赤木真理子。さあまた池下トップロープに上がりました。あーっとナンシーが捕まった。今度はどうなるのか。そのままあーっとまた続きであります。どうしようもありません。手がつけられません。あーっとやっとタッチ。さあビクトリア出ました。満を持してビクトリア、ここはビクトリア頑張ってもらいたい。あーっと後頭部を打ちました。ナンシーちょっと疲れました。ビクトリアにタッチ。ガゼンゴールデンペアハッスルであります。さあブレンバスターに持っていく。高々と上がってブレンバスター、これも綺麗であります。1回転してタッチか、逃れました。しかし赤木真理子がすぐに捕まっています。さあナンシーが出たか、大丈夫でしょうか。ナンシーはだいぶ下を痛めている。赤木真理子の小さな体が宙に舞いました。向こう側のロープにまた行きました。鮮やかなカウンター技。さあナンシー抱え上げてどうするか。ああ一番上にこのまま落とすか。ナンシーならでは怪力発揮、膝を打ちました。もう一回かボディースラム。さあ、あーっと膝蹴り、トップロープから膝蹴り、右パットであります。そしてまた行きました、クロスショップ。さあこれタッチか、池下が出るか、池下を追うか。あーっとまた場外になりました。もうこちらには来てもらいたくないですね。今ちょうど横であります、放送席の横、向こう側に回ってくれました。マイクロフォンがめちゃくちゃになりました。ハワイのお客様もびっくり仰天というところ。度重なる場外乱闘で椅子を持った池下、その横ではね、はい、あの腰に拳銃を持ったおまわりさんが出てきますからね、いかにもハワイという感じであります。鉄柱にぶつかった、鉄柱にぶつけた池下由美。今日はゴールデンペアもうめちゃくちゃ。先ほどまでやや動きの良かったビクトリア夫人でありますが、ビクトリア夫人どうか。あーっと結局カウントアウト、両者上がれません。場外乱闘のやりすぎでしょうこれは、ね、場外乱闘をやりすぎ。今ゴールデンペアが上がってまいりましたが、もちろんこれは認められません。鉄柱に額をぶつけられました池下由美。結局これは1対1、その後両者
カウントアウト。結局オスカーの判定で引き分けということになりました。引き分けということになりました。しかしまだ試合がついていないようであります。さあ試合が終わった後、試合が終わった後、まだやっております。まだやってますね。しかしもうこれはどうしようもありません。どうしようもありません。はい、依然としてハワイのリング上、ニール・ブライステールセンター、入り乱れて乱闘が続いておりますが、そろそろ時間のようですね、はい。この辺でハワイからお別れすることにいたします。一つまた今年もね、全日本女子プロレスよろしくお願いいたします。ミミ、今日はありがとうございました。この辺でハワイからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。ハワイでもメキシカンハットが受けているようであります。 3AA のタッグチャンピオンチームが今紹介されました。黒い衣装のマミ・クマノ選手であります。ブラック軍団、そして新春チャンピオンシリーズから参加いたしますシルビア・ハックニー、新しいコンビで 3AA のタイトルに挑戦いたします。この試合レフリーはオスカーであります。ひとみちゃん、はい、あのオスカーがですね、ロサンゼルスからハワイにやってまいりました。びっくりしましたね。そうですね、本当驚きました、はい。実はあの 3AA の会長のミス・バーグがね、このハワイに来てるんですけども、はい、ミス・バーグについてハワイに来て、どうしても一つレフリーをやらせてくれと松永社長の方に申し込みだったそうですよ。あ、どんなレフリーするかちょっとね、ちょっとあの感じが変わったでしょ。そうですね、ヒゲを生やしてるし髪も短くなってないかな、そうです、短くなってます ね。さあようやくゴングが鳴りました。ようやくゴングが鳴りました。これから試合が始まります。さて、先ほどもご紹介いたしましたが、今日は高校生のですね、 NWA の副会長のね、サルバトル・ルテロさんをお迎えしております。そのルテロさんは実はトミー青山、それからルーシー香山もメキシコで大変お世話になっているわけですよね。とにかくサルバトル・ルテロさんのおかげで、はい、トミーとそれからルーシーはメキシコでね、十分あの心配なしに試合ができたわけであります。いわばまあ、育ての親と、そういった感じであります。その育ての親サルバトル・ルテロさんを前にいたしまして、今日はどういった世界タイトルを戦いますか。試合が始まりました。この試合は60分3本勝負であります。WA のタッグ世界選手権、さあ、あっと、またルーシー香山、ルーシー香山が出ていこうとしましたがダメであります。徹底的に2人攻撃、コーナーに持って行かれました。トミー、どうすることもできません。徹底的な反則攻撃にあっております。あっと、シルビア・ハックリーもね、顔はおとなしいんですが思い切った反則攻撃をひとみちゃんやりますからね。アメリカから参加いたしましたシルビア・ハックに、何度も日本に来ております。そういった意味ではブラック軍団の今の選手とも息はぴったりであります。ようやくトミーの反撃開始、トミーの反撃開始、これは綺麗なタッチであります。やんややんやという声援です。ボディ攻撃、そして今度はエルボーでいきました。そしてまた行った、あーっとシルビア・ハックニーが今場外に逃れました。しかし場外乱闘になると、危なーっと椅子を持った、硬い椅子を持ちました。熊野椅子攻撃、熊野椅子攻撃、場外乱闘はちょっと不利であります。クイーン・エンゼルス、場外乱闘は不利。もっともクイーン・エンゼルスにはクイーン・ロケットがありますけどもね。今のわざと誘ったんですね。ね、下に池下由美がいましたからね。はいはい、あっと、またやられました、またやられました。あー、今度はレフリーもやられました。オスカーもやられました、オスカーもやられました。そしてシルビア・ハックニーが後ろから、トミー青山、
ジューシーカヤマ、椅子を持って大暴れ、大変な乱闘になりました。場外でもそしてリング上でも大乱闘であります。反則攻撃、どうすることもできません。オスカーも手がつけられなくなりました。あーとうとう首吊りが出るような感じですよね。え、あー首吊りが始まった、首吊りが始まった、熊野の首吊りが始まりました。二手に完全に分かれました。場外乱闘です、場外乱闘です。めちゃくちゃな試合になりました。白シビックオーデトリウムのお客様、びっくりしております、びっくりしております。いやー今日は放送席にね、サルバドル・ルテロさん、メキシコレスリング界ナンバーワンと言われておりますルテロさんに来ていただいておりますが、そのルテロさんの真ん前で場外乱闘であります。岡本さん、はい、こういったあの場外乱闘メキシコでもよくあるのか、ちょっとあの聞いてくださいよ。アキンスタン jugando afuera de ring en México también juega、no. En México está prohibido jugar fuera de las cuerdas y golpear con una silla o golpear al referee es una descalificación inmediata、ah. あのね、メキシコではその全然このリンの外でやるのは禁止されてるそうです。ああ、でまたあの椅子とかそういうものでね、はい、その叩いたりすることはもう禁じられて、はい、もしそういうことをした場合ですね、なるほどね、もうオミットになっちまうわけです、はいはい。ロベルト岡本さんに通訳をお願いいたしまして、サルバトル・ロテルさんのお話を伺っておりますうちに、まず1本取られちゃったの、あれあれどうしたの今のは。宮司もうね、はい、意識朦朧としちゃってた。ああ、あ、そう、いやーひどいですね。ニューサロンパス貼ってきたの、誰も気がつかないみたい、匂いがちっとも気にならないんですもの、人前でも安心の。ニューサロンパス、いつもガム噛んでるね。うん、トライデントシガールズガムさ。どうして？砂糖が入ってないから、ママもこれならオッケーさ、おいしいよ。トライデントシガーレスガム、歯を大切に、風船ガムも新発売。ギャラン新春プレゼント、今ギャランシグマエテルナ、ギャランラムダエテルナをお買い上げの方にポラロイド線をプレゼント、さらに抽選で世界の一流品を差し上げます。このチャンスにあなたの街のカープラザへ急ごう。熱い香りが待っている、明るい粒に香りを込めて、気分はまさにブレンディ。判定が良くないとアンフェアだということを強く抗議しております。ヒロシビックオーデトリアムのお客様、よく分かってるようですね。お客様よく分かっております。しかしオスカーの今判定でとりあえず挑戦者に1本が上がりました。さあ試合は2本目になりました。もうルーシーは戦える状態じゃないですね今ね。ですから早くあのトミーにタッチしないと危ないですね。やはりどう見てもですね、オスカーのレフリーぶりはちょっとおかしいですね。一方にね、加勢しているとしか思われませんが、はい、その件のところをちょっとねロベルト岡本さんに聞いてもらいましょうか、はい、どうもねオスカーのレフリーぶりがね、はい、日本でもすごくね評判が悪いんですよ、はいはい、一方にね、はい、ひいきしてるんじゃないかと、その辺のところちょっとあの副会長に聞いていただけませんか。él dice que la referee en Japón dice que tiene muy mala fama porque lo hace un rato, ¿verdad? Ah, y ya cuando quiere su parte, lo referee no lo toma. 通訳をしてもらっております。この間にまた場外乱闘になっております。あ、オスカー、la comisión de box、 ああちょっと放送席に来ました。ああ、何だかもうルーシーは危ない危ない。ルーシーは意識朦朧としてますね。
場外乱闘です、場外乱闘です。せっかくねサルバドル・ルテロさんにお話をお伺いしてるのに場外乱闘です。どうぞお続けください。どうぞ。La Comisión de Boxeo、はい、de México no permite、que un referee sea tan imparcial. Él tiene que ser un referee que lo mismo defienda a la limpia que a la ruda. No debe inclinarse nunca para un lado o para otro. Él debe de hacer su trabajo sobre el ring siendo una persona que no tome partido. En el momento en que el referee tome partido, es suspendido por la Comisión de Boxeo.あのね、はいはい、あの自分が見てるのにはそのちょっとやってるそのレフェリーのあれは悪いと、はい、悪いと自分が見ますと、はい、でもしそういうことがあった場合ですね、はい、メキシコではもうすぐ中止にしてしまうと。そうですか、そうですか。ようやくリングの上にはマミ熊野選手、そしてトミー青山と戻ってまいりました。あ、トミーはまだ下ですね。ルーシー加山が戻ってきてるんですが、トミーもだいぶ痛めつけられました。ルーシーはもうフラフラという感じであります。クイーンエンデルスピンチ、危ないですね。あっとコブラツイストに行った、コブラツイストに行った。これがチャンスか、ギブアップか。コブラツイスト、コブラツイスト。ルーシーも出ました。あっと相打ち、相打ち、相打ちという感じであります。これはうまいぞクイーンエンデルス。さあトミーがシルビアハックニーを捕まえた。ドロップキック、ドロップキック。お客様大喜び。キロシビックオーデトリアム、お客様大喜び。ジャイアントスイングに行くか、ジャイアントスイング、ジャイアントスイング。18番が出ました、トミーの18番が出ました。さあ投げ飛ばした。そして後ろに行った、後ろに行った。もう一回、今度はどうするか。また後ろに行きました。そしてさあトップロープに上がっている。このままこのままフライングクロスショップからコーンの体勢だ。カウントが入る、カウントが入った。3であります。カウント3、カウント3、カウント3。ロープに足がかかっておりましたが、いざいかまわずカウントを取りました。一本一本になりました。1対1、大喜び、ファンが大喜びであります。Debido a la interferencia con los tech。 はいはい、今ルテロさんが言っとられるのはですね、こういうその松永さんはね、メキシコ行ってこういうその試合をやりたいと言われるけどね、はい、メキシコではこれはダメだと。ほう、こういう試合はねもう違反ばっかりの試合は嫌だと。ああ、だからメキシコ行ってそのやることは難しいんじゃないかと言われるんですね。そうですか、はい、いやしかしね、日本の試合がいつもこんな試合じゃないんですよ、うん、ブラック軍団が出てくるとこういう試合なんですよ。大部分はねやはりちゃんとしたねクリーンファイトなんですよ。その辺のところはぜひ副会長さんに強調しておいてくださいよ。それは言います。はい、日本でいつもこういう反則ばかりがあるわけじゃないんですよ。あ、そうですか。伊勢家メキコ yo le dije que en México no puede ser eso, está cruel todo, pero siempre en Japón ロベルト・オカモトさんからね、サルバドル・ルテロ、メキシコの副会長、 NWA の副会長なんですよ。ルテロさんにちゃんと日本のね、いいレスリングもたくさんありますんでね、そのことを説明してもらっております。今年はメキシコに行ってね、全日本女子プロレス興行をするという予定になっておりますんでね、こんな反則ばかりじゃダメだと言われたんじゃ大変ですよね。そうですよね。さあようやく一本を返しまして、一本一本になりました。シルビア・ハックニーとマミ・クマノ選手、3AA の世界タイトルをかけました選手権試合であります。
今タッチしましたね、今タッチしましたね、ちゃんとタッチしてますね。オスカーが見てませんね、見てないところでタッチしたんでね、これはしょうがないんでしょうけども、ルーシー加山、これは当然です。ルーシー加山怒ってます、怒ってます、完全にタッチしてます。この間に富井青山が捕まりました。ハワイのお客様がもう完全に怒りました。さあ今度はタッチしました。これはタッチ認めてくれるでしょう。これは認めてくれました。オスカーであります。体当たり、マミの体当たりが出ました。マミクマの強烈な体当たり攻撃であります。さあまだいった、あーっと今度は逆か、今度は逆に返しました。ルーシー加山鮮やか、そしてバックドロップの体勢からどうか、アトミックドロップに行きました。クイーンエンゼルスのチャンスではあります。ロープに飛ばしてラインのクロスショップ、もう一つ行きました。さあこのまま落とした、ボールの体勢に入る、カウントは2であります。かろうじて逃れました。マミクマの、さあ場外乱闘に逆に誘われたか、場外乱闘に誘われました。この辺がうまい、あーっと鉄柱攻撃、鉄柱は危ない。さあクイーンロケットのチャンスだ、クイーンロケットのチャンスだ、クイーンロケットに行くか、クイーンロケット行った、クイーンロケット、いやーようやくクイーンロケットが出ました。怖い、リングの上からトミーのクイーンロケット、今度はもう一度行った、ルーシー加山が行った、これは決まったか、これは決まったか、クイーンロケットにあったくれ、放送席は放送席に来ました。トミーが怒っています、トミーが怒っています。あーっと、もうどうなったんですか、ひとみちゃん、めちゃくちゃになりましたね。こちら側ではルーシー加山、池下夢をやっつけました、池下夢をやっつけました。さあルーシー加山が上がっています、ルーシー加山が上がっています。トミーはどうするか、トミーもなんとか上がろうという体勢ですが、膝を強く打っております。今ゴンが鳴りました、ゴンが鳴りましたね。どうですか、挑戦者が上がれませんでしたね。はい、いやー今あの手はクイーンエンゼルス、手はクイーンエンゼルス、場外カウントアウトですね、場外カウントアウト、上がることができませんでした。クイーンロケットにあったくれ、クイーンロケットにあったくれ、さすがの挑戦者、マミクマのシルビアハックに場外カウントアウト、リング上に登場することができませんでした。改めてオスカーに抗議、改めてオスカーに抗議のクイーンエンゼルス。クイーンエンゼルスタイトルを防衛いたしました。今リングの上に上田コミッショナーが上がっております。リング上上田コミッショナーが上がりました。戻ってまいりました。
二人にとっては初の海外でのタイトルマッチでした。見事に 3WA のタッグチャンピオン、チャンピオンベルトを守りましたクイーンエンゼルスであります。ハワイのヒロ、シビックオーデトリアム、本当に大きく成長いたしましたクイーンエンゼルス。いや本当にあの、まあ、恩人のですね、ルテロさんの前でね、見事にタイトル防衛ですが、ちょっと簡単に最後に感想を聞いてください。はい、ウステウステコモピエンコモビオンラムチャーチャーケウステロイソンフガールコモフガールコモカンピオン。まして感触をね